Hitachi's Orsen displayed a new sorting machine which uses a colour image detection system at Fuma Japan 2011. This sorter uses a camera to constantly monitor food products travelling on a conveyor belt at 1.5 metres per second. Any foreign matter, such as plastic or plant debris, is detected based on its colour and removed with an air knife. こちらのキャベツをデモンストレーションで流しているんですけども、乾燥野菜メーカーさん、あとは海産物の方ですと小魚のちりめんやですね、あと海藻類、そういったもののお客様をターゲットに開発した装置ですね。 従来ではですね、 1台のカメラで150ミリ幅という小さな面積のみの判別だったんですけれども、 1台のカメラで4倍の600ミリ幅、こちらの検査ができることになりまして、処理量も4倍に増えた装置ですね。で、価格の方もカメラ、まあ、4台の場合約2000万円ぐらいの価格だったんですけども、それを 1280 万円に抑えることができて、コストダウンの方にもつながっております。 The air knife that removes foreign matter with pinpoint accuracy features 120 nozzles, each with a pitch of 5 millimeters. In the case of the dehydrated cabbage in the demonstration, it can process 300 to 400 kilograms per hour. そうですね、キャベツでありましたら、結構最近ビニール片というのが、やはり風で飛ばされてきたり、そういったことが多かったり、あと同じキャベツなんですけども、茶色く枯れてしまったようなもの、こういったものの除去に役立っておりますね。 私どもはエリアセンサー方式という、カメラで映像を取り込んで選別するということにこだわっております。従来からあるラインセンサー方式でありましたら、選別精度に限界はあるんですけども、エリアセンサー方式というものを製品の形までも取り込みますので、より良い選別が可能となっております。DigInfo News。